皆さんどうも、タイガです。お疲れ様です。今回やっていくのは復権したと思ってます。はい、正直ね、使いづらすぎて補欠でもいいかな、まあ、最悪は不買かなと思ったキャラがいたんですけど、復権したんじゃないかなと思ったキャラがいます。理由はいろいろありますが使っていきます。サブでクレフラ、はい、まあクレフラね、リーダーで使う必要はないかなと思ってて、まあ、もちろんクレフラ UFO やりたいなら使っていいと思いますけど、そうじゃなければね、別に使う必要ないかなと思ってて、で、今回クレフラを使う理由として、まず一番の目的というか、まあ、あれは、まあ、シーナなんですよね。シーナがちょっと強すぎてガチできついと。いや、クレフラなどはやばいな。これキャラ数少なすぎるけど、ちょっと大型2本いないとまずいんで、もう行きます。なんでこれ、魔導を後ろで使って、クレフラ前で使いましょうか。ちまちま。で、まあ一番の見たいキャラはシーナなんですけど、シーナを見るだけだったらぶっちゃけカニでも見れるじゃないですか。で、カニなら3体いるし、後ろ前で使えるからカニの方が絶対的に便利なんですよ。じゃあなんで今回、よいしょ、あー飛ばないか、しかもパワーロール、これ破壊するのは偉いんだけど、それ狩られるじゃん、ここしょうがないじゃん。あの一番今回で、ね、見たかった理由としては、うわドラゴンライダーもいる、レムなんですよ。シンラレムが来るとやばいよねっていう話があって、それ対策で今回来た、 OK、 それ対策で今回選んでます。なので、まあ、ここね、ひとまず窓を後ろ見てくれてるんで任して、耐えられるかな。あ、耐えたね、偉いね窓やっぱ。うん、オッケーオッケー。じゃあちびくろ出して、相手大型いるんでこれね、いけないんですよ今。アシュラじゃん。で、まだいるじゃん、相手。ついよ、あのキャラ。ドラゴンライダー。で、ガッツがもう一体、パワードもう一体。タイガーは奥から大丈夫。後ろクレフラ置いときましょうか。何かって感じなんで。倒せるんですけど、ここ自体は。ちょっとね、攻めらんないかな。キャラ数が少なすぎた。あいつは倒せるよ。キュドラ君ちょっと来すぎじゃね、こっち後ろはもういいや、まあ行こう。いや、ワンチャンあるかこれ。入ったわ、やった。はい、というわけでクレフラ食べてくれて帰ってきてくれて天才でしたね最初。まあちょっと結構リスキーだったんですけども、虹バッチだから信用しました、ありがとうございます。で、最初に話したね、シンラレムについてはちょっと次の試合からいきたいと思います。今回のリーグの初日、まあ、朝方ですね、シンラレムと対戦する確率が 50% あるみたいなことをツイッターで言ってる人たちがいたんですよ。本当にやばいみたいな、まあ、そのためにね、今回ねクレフラを裏にしてるんですけど、まあ、ちょっと次はリーダーですね、ゴーレムですね。まあ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 、いつものことなんで、なんか狙ってね対策しに行ったら当たらないみたいな、いつものことなんですけど、まあ行きましょう。で、窓優先枠に入れっぱなしにちょっと引いちゃうっすねこれ。行きましょうか、強い。で、神羅対策として、まあ、カニとかチビブルとか、まあ、ぶっちゃけ有効なんですけど、まあ、チビブルって神羅に与えるダメージは増えるんですけど、受けるダメージ変わらないんですよ。で、スキルも普通に食らうんですよ。ってなると神羅レムはおそらくってかほぼ間違いなく止められないんですよね、チビブルじゃ。神羅をもし万が一倒せてもレムが倒せないんですよ。しかも2体召喚じゃないですか、まあ、無理なんですよねほぼ。ただここで、あ、これミスターも、あ、ワンテンパイ。ここでクレフラなんですよ。クレフラだったら、一回下がるんで、それがね、めちゃめちゃ強くて、なんとかなっちゃうんですよね、その後。おー、初手打ちするか。優秀だな、こいつ。ヒュードラ行きましょう。さあ、大型来るか？来たな。ヒュードラ行ったけど、まさかのこのタイミングでそれ来るの？いや、それ固まりそう。屋根をかました。こうなるとガチまずいっすね。どうしようかな。さあ、それ入ってくれるのは偉いんだけど、トレーナーいい。
よいしょ。食ってほしい、これマジで。クレフラ食わないと負けるぞ。食った、えら。さあダブルコルナしてるんだけど、ライン下げましょう。無理です、メルが無理すぎて。ユウスケもきついけどゴレもきつくて、いろいろきつい。ちょっとクレフラでちまちま時間かけましょう。これゴーレン前に来たら終わりっすね。これなんとかする方法はクレフラで相手の中型削って、一番最後にゴーレムを前に引っ張って、でゴーレムをクレフラとバサガル倒してバサガラッシュ、まあ、もしくはもうちょい時間ギリギリまで かけてゴーレム一チャン下に切ってあるんで、これ勝ちに来る気ないんかな。まあそれそうやな、守れればよし。 OK。 はい、というわけでね、あのヒュドラ速攻席帰っちゃったんで1体でしゃあないっす、これは。というわけでドロー判定負け。次いきましょう。で、まあさっきの続きなんですけど、まあ、チビブルジュはおそらく止まらないと、レムが。で、カニも、レム無理なんですよ。跳ね返し効かないんで、レムに対して。あの、レムのスキル中のね、鬼化状態の攻撃は跳ね返し無効なんで。通常時だったら効くんですけどね。まあでも、無理じゃないですか。鬼化するんで。ってなると、必然的に、ドラゴンライダーかクレフラしか選択肢なくないみたいな。でも、ドラゴンライダーリーダーで使うならまだいいですけど、枠外や、あ、枠外じゃない、裏で使うってなると、ちょっとね、もしかしたらなんですけど、シンナのね、スキル、あの、ダメありじゃないと見れないよねって話になってくるんですよね、次は。ダメありじゃなきゃ見れないし、レムにワンチャン落とされるよね、みたいな。もしスキル1回でも食らっちゃうと、シーナのスキル一発レムで即死しちゃうよねっていうところがあって、ドローンライダーは。ね、これ。こういうやつね。だこれに有効なのがもしかしたらクレフラなんじゃないかなって、一番有効なのか。っていう結論にたどり着いたので、今回クレフラをサブにしてます。撃つんだね、そこ。ポストそんなないと思うけどな。そんなプレしたら。キャラは強い。レードもいる。潰して、ここ潰さないんだ。あ、これが行きましょう。で、これさ、これがもう来てくれるんで。マジした。これなんでよくないね。ワンパンだったんだ、ここ。ただ、逆にっすよ。こっちもカウンターしよ、同じこと仕返そう。はい、負けないと思いますよ。もう実際このなんだっけ、こいつシンラレムっていう組み合わせ強いんですよ。めちゃくちゃマジで強くて、ああやって初動猛士でも強いんですよ。まあそういうのがなんかシステム化されてるみたいなレベルで強いんで、いやそれをどう対応するかとなると、こんな風にメタクレフラとかをうまく使うと超簡単なんじゃないかなと思って使ってみたらめちゃめちゃ簡単だった。クレフラいいね。いや、クレフラをサブリーダーにすることなんてほぼないじゃないですか、ぶっちゃけ。まあ、てか稀に魔導サブにしたりとかしますけど、まあでもそれってほぼマルチ。ソロはほぼないですよ。まあソロもクレフラ、あ、ソロじゃない、マルチだったらワンチャンクレフラ裏の人もいなくはないと思うけど、ソロはないじゃないですか。でも、今期のこういうプレイングが増えてる中のクレフラって結構熱いんですよね。で、ブラドラか。なあ、行きましょう。レドラ金なら倒せるんじゃないか？ブラドラの裏が読めないんだよね。コストがかなり重いんで、クレフラに帰ってきてもらう全体になってますね。あとは砦がちょっと削りづらいかな、札的に。失礼します。まあこう取れるんでとりあえずよし。で、こうクレフラ一家迷うんだよね。さあドンドン、いいよ。まあ、こうクレフラ行こう。食ったね。ああ、これシマリスじゃなかったな。戻ればいいや。オッケーオッケー。
あのレードラで剣士弾かないともしかしたらね帰ってこれなくなっちゃうんだよね。なんでここオルナぶち込んで、強いね、いや強いねマジで。あ、なんか引っ越っちゃった。あ、ここもこれまで行くか、こっくりくれ行こう。でここね、あの食った時にやられたくないんで壊しといてバリバリ食らいたくないですよね本当は。だけど食らっちゃいますね。 OKOK、 これ回収ねできてないのに金になる？あ、ならないか。あそこはしっかりできてんだなこのゲーム。後ろ流せるキャラ流しましょうか。朝倉とかも流せるなら流しましょう。流せなそうですね。じゃあ倒しましょう。あ、これ重なってね。まあいいか。さあ砦は削ってる。これで欲しいよ。オッケー。というわけで完勝ですね。フォワードラ強えな、やっぱ。いや最近フォワードラ熱いんじゃないかなって思ってて優先枠に入れてるんですよね。え、美味しい、ありがとうございました。さあラストいきましょう。ラスト来ました、神羅くん。はい、まあなんかねこのね神羅対策ですよってやってる時に限って神羅来ないですよ全然。まあ今回2回かな来てくれたけど、いつもやってる時ね、神羅4戦連続、5戦連続とか普通にあるのに、こういう時に出てこないなと思ったら、最後は来てくれました。まあでも一応ね、今回ね、一番見てもらった、もらいたかった、神羅レムっていうね、やべえ組み合わせを、なんとかしてるシーンは見せられてるんで、ひとまずね、結構満足はしてる。これでいこうかな。まあ、クレフラだけでも見れるんだけど、一応ね、神羅ってスキルの着地硬直バッと簡単に倒せるんですよ。で、剣士を置くってことは、神羅レム、あれ、神羅レムじゃない、神羅豪快。新しいですね。では、じゃあレムではないんだ。まあ、ここを打ちましょうか。くれるんですね。ありがたい。剣士破壊して、コルナして、後ろで流せるの流しましょう。ことかもね、倒せるのは倒してもらって、これ痛いんですけど、流せるのは流しましょうって感じですね、マジで。後ろはクレフラでも抑えちゃおうかな。オッケーオッケー。で、これで、あの、この、ちっちゃいのをターゲットさせて、バファメットで、やりに行く。でロボガが置いてくれないようにしっかりとウサギ前出してあげて完勝ですね。クレフラいるんで後ろも問題なしと。でこのスキルですね、見てください。これ大型いくじゃないですか、ドーンって。まあ別にこれ切らなくてもいいんですけど、こういうのもありってこと。まあ今のはね本来はですよ、あのコスト回復したいしクレフラ前に持っていきたいってことで流してクレフラでバックン狙うのが一番いいんですけど、こういう対処法もありますよって感じですね。まあどっちにしても完勝あったんで行っちゃいました。ありがとうございました。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。ぶっちゃけ今の環境であるならば評価をマジで見直せるキャラだと思います。はい、まあ、あのね、やっぱね召喚数1ってすごい使いづらくてどうしようって感じだったんですけど、ピンポイントにまず神羅っていうキャラが強すぎる、そして神羅っていうキャラが強すぎる中で神羅っていうキャラが今回のね腕っきピーやっている、それですらまあクレフラでも全然いいじゃん、でもまあでもそれぐらいだったらカニでいいんじゃないのってなるんだけど、神羅レムがめちゃめちゃ多いんですよマジで。まあ今回1回しか当たってないかもしれないけど、さっきね神羅豪快してきた人多分なんですけど、いやわかんないですよ、あくまで無駄なんですけど、レムいないんじゃないって、だから代わりに豪快でやったんじゃないみたいな、まあもしくはパードを持ってないんじゃないみたいな、まあいろんなね憶測推測はできますが、まあちょっと実際わかんないですけどね。はい、で神羅レムっていう組み合わせがめちゃめちゃ出てくる可能性があるらしくて、でしかもなんかすげえなまったな今、あの神羅レムって止めんの超むずいんですよ。ぶっちゃけ上手い人だろうが止めんのむずいんですよあれ。それを簡単に止めれるキャラ、まあおそらくナンバーワンこいつじゃないかなと思ってます。まあアビリティで使うとかいう話になればドラゴンライダーアビリティとかバルキリーアビリティとかも相当、有効だとは思うんですよ。あとフクロウとかねもう有効だとは思うんですけど、
ただまあどうしてもダメありにはなってしまうかなっていうところ、スキルで飛んできちゃうから。ただクレフラの場合は正面から受け止めれる可能性全然ある。まああとはさっきのクレフラとゴレが切りましたけど、あんな風にクレフラプラス横当てしてあげられる、攻撃範囲の広いキャラ、まあそれこそさっき言ったゴレガなんですけどね、ゴレガとかゴーレムとかバフメットとかそういうキャラを合わせてあげるとよりね、心配なく倒せるんじゃないかなって。ちょっとトレデンがバチャったからね、ロボでゴレが抜かれちゃいましたけど、普通にまあそのまま勝ったんですけど、そうあれ頑張んなかったらもう相手なすすめなしって感じじゃないですか。はい、そんな感じです。というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。